ちゃこんにちは。さあ豊さん、はい、とうとうカープと巨人がゲーム差なしで、まあそうだね、はい、まあ、勝率の差でっていうのはあるんですけれども、はいはい、ほぼ並びました。はい、来ましたね、とうとうこの首位争い。まあ、ずっと言ってるけどね言ってるけど、まあ、広島がこのまま一気に行くかなって思ったら、はい、まあ、そうはいかないんだな、今年の場合はな。いかなかったですね。やっぱこう足止め食らうというかさ、はい、しちゃうというかね、はい、まあ、そんな感じはあるけども、そこに追いついてきたのがその阪神ではなくやっぱり巨人だったっていう、巨人は新鮮味があるな。新鮮味、うん、阿部新監督のやっぱり新鮮なんだよ、戦い方にしてもその、まあ、メンツというか、まあ、そう、それと、はい、なんていうのかな、まあ、キャッチャーで言えば岸田を抜擢して岸田を使って、うんうん、まあ、大城をファーストに行ったりだとか、うん、その刺激を使いながら戸郷の時に大城がかぶるとかさ、はい、で小林は菅野の時にかぶるとか、うん、やっぱそういう新鮮さがあるよね。去年と違います。今までも大城一択でやってたけども、はい、やっぱそれだけ その出れるということは選手がモチベーションを保つということだから、はい、だから、まあ、浅野にしたってそうだし、はい、まあ、お声にしたってそうだし、うん、まあ、吉川でもずっと安定的に使われてるというね、はい、いやだから非常にその新鮮味で、はい、すごくいいなっていうふうには思うよね。うん、一方カープはやっぱりその戦ってるメンバーだったりが去年と同じ顔ぶれっていうことですかね。まあ、そうだね、はい、うん、まあ、ただ柔軟性があるということと、はい、まあ、顔ぶれ一緒っていうけども、うん、大きく違ったのが矢野を抜擢したということで、はい、まあ、ここでやっぱこう守備の大切さだとか、うん、まあ、そういうことで、まあ、ショートに抜擢をし、小園をサードにした、うん、まあ、ここで小園をサードにすることによって広島のいつもこうコロ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 変わってた三塁手という、うん、そのサードというポジションを埋めたということで、はい、これはもう矢野の成長にもあるけどもね、はい、だからまあそこら辺ではすごく柔軟だなと思ったけどね。うん、まあ、だから広島を称するに、まあ、語るにすればもう水のごとしというか、はい、まあ、柔軟性があるなという感じはするけどね。となってくると、じゃあこの広島と巨人どのように首位争い、そして最後優勝するのはどっちかっていう風なところになってくると思うんですけれども、まず試合数的にはずっと言われているのが、広島は現在111試合、消化しました、はい、で一方の巨人は116試合消化なので5試合広島の方が多く残しています。この点で皆さんがおっしゃっているのが、あ、カープ有利だという風にまず言う方が多い、プラスアルファ直接対決が松田で6試合残ってる、この5試合っていうところはどうなんですか、響いてくるんですかね。よく5試合でこのゲーム差だとそれ以上の開きがある感じだよとかっていうふうにおっしゃる解説の方もいらっしゃるんですけれども、今年さ最多勝がさ、はい、今菅野が最多勝でしょ、うん、そうですね、で高橋宏斗が打ってて、はい、で10勝ってぼちぼちいるんだよね、はい、そうなってくるとさ最多勝争いで、うん、これはあの広島があのゲーム数を残してるっていうことはそれなりのエースが終盤、うん、本当にあの涼しくなって投げるという、はい、だから高橋宏斗なんか、うん、いや飛び飛びで3回来ましたよって言ったら、うん、こら苦しいぞお前当たるのは嫌ですよね当たるの嫌でしょはい嫌ですとか東が来ましたみたいな、はい、嫌ですね嫌でしょ、はい、いやだからそれはね一概残してるから有利とは言えないよね。あそこでどこのチームのエースが当たってくるかカープにっていう、まあ、そうだな、うん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 、まあそれはちょっと嫌なことだろうなっていうのは思うけどね。そうですよね、まあ、中日とも試合を確かに残しているといえば残していますね、うん、うんうん、多いですね、うんうん、それと中日に分が悪いしね、うん、まあ、それと高橋宏斗にはめっぽい弱いしさ、それが何試合残ってるの中日とは。中日とはですね今8試合残ってる。8試合、はい、8試合って嫌だろお前そらね残ってる方が嫌だよ中日で逆に嫌だよ。そうですね8試合多いですね。多いよ。だってジャイアンツと6試合で中日と8試合ってなんかほぼその2球団と戦ってそうよ。いやだからあ、まあ、非常にいいピッチャーというか、はい、高橋宏斗が何回投げるかとかさ、
そうですよね何回そこに当たってくるのかって、うん、だからもうそういうのは嫌だよね。で最多勝も狙ってるだろうし、はい、で防御率もかかってるし、はい、もうそうなってくるとやっぱり必死で投げてくるから、うん、それはなかなか簡単じゃないよ。そうですよね。そうなってくると、うん、一方で巨人はというと、まあ、もちろんカープと6試合あるんですけれども、その他、まあ、DeNA6 試合のヤクルトが7試合っていう風になってきますね。巨人は多いと両方ともバッティングがいいチームだから。そうそうそうなんですよね。まあ、ただねピッチャーは本当にね今年頑張ってると思うよ巨人。うん、うん、まあ、戸郷もそうだし、まあ、菅野もそうだよね、うん、でまあグリフィンもちょっと安定感出てきてるし、うん、まあ、井上、はい、ただ西舘投手がね、まあ、山崎より、あ、山崎よりもいますね、まあ、ちょっと、なあ、うん、本来の調子ではないとは思うけどね、うん、山崎のちょっとここのところそうですね。まあそうだね、うん、ただ西舘が誤算、そこどうするんですかね。もうそこはもうしょうがないよね、うん、6試合のうち 4枚、はい、まあ、例えば菅野、東郷、うんうん、山崎より、グリフィン、グリフィン、井上、まあ、井上がの中で4勝2敗だったら十分だろう、うんうん、そうですね、そうだろう、はい、いやだから5人の中の4勝って考えると、はい、そう難しくはないと思うんだよね、ある程度打ってくれれば。西舘投手は1回また挑戦になりましたけれども、もう1回先発としてなのかも。いやどうだろう、あのままじゃ俺打たれると思ってるから、だからまあそんなに多分使わない、ホームの強制をした方がいいと思ってるけどね。あのクライマックスのことも考えてのやっぱり西舘投手。いや計算できない、今のままじゃ計算できない。本当はそれを計算しようと思ってた。いや、まあ、それもちろんそうだよね。だからまあ計算ぐらいはあったにしても、はい、まあでも表ローテ裏ローテで、うん、まあ、2勝1敗2勝1敗でいければいいというふうには考えてたろうし、はい、だからそんなに全部が勝とうと思ったらね、うん、それは苦しいことになるけども、うん、まあ、だけど後ろの体勢はしっかりしてるしさ、はい、その前に投げるバルドナード、うん、もう悪くはないしね、うん、ケラーもおるし、はい、まあ、高梨とか、まあ、だからみんなその船場様とかね、うん、みんな中継ぎも頑張ってくれてるし、はい、だからピッチャーはそんなに心配ではないと思う。まあ、ヤクルト打線、DeNA打線多く当たりますけれども、そういった中継ぎ、先発陣後ろがおそらくいいピッチングでそんなに点は許さないだろうっていう、まあ、そうだね、うん、まあ、確かにそのゲームあのバッティングがいいチームだから、はい、それはねどっか1本が満塁ホームランだったらそれはきついよ、うん、はい、きつくなるけども、まあ、そんなこともねしょっちゅうあるわけじゃないし、うん、だからまあ多分ピッチャーは頑張れると思うけども、ジャイアンツのちょっと心配点は坂本以降だな、はい、あ、5番6番この回に行った時に点が取れるかどうかっていうのがね、うん、まあ、今でいうと岸田選手だったりとか門脇選手とかっていうことになってきますよね、うん、まあ、そうだね、うん、まあ、ここら辺がやっぱこうスコアシート書いてて名前も書いてて、でもちょっと、うん、坂本が5番に入った時には、うん、6番以降がちょっと弱くなるなとか、はい、なんかちょっとね、うん、そこら辺の不安点はあるんだけどね、うん、あとは浅野選手が例えばこの好調がストップしてしまうとかっていう心配っていうのは、いや、それはストップする、それはもうこのままずっと続くわけがない。あ、まあ、だけどそれはもう、ね、人だからしょうがないよこれは、うん、お前そのずっと続いたら人間じゃなくなるぞお前なんかおっさんが最近宇宙人いや本当だよな、まあ、そんな感じな表現になってくると思うけども、まあ、だけど、うん、やっぱねこうやっぱこう波はある、うん、波はあってもそれをこうねさざ波にしないと、はい、まあ、そしたらいいけどもな、だけどまあ浅野以外にも外野手いるし、そうですね、うんうん、だ浅野だけは全てじゃない、うんうん、だけど浅野にねうまく成長してほしいけども、そうですよね、まあ、だけどやっぱり疲れがあるからな、こういう時だから、うん、まあ、疲れが来てるものを成長させるために使う時期でもないし、はい、やっぱ悪かったら変えなきゃいけないしね、うんうん、まあ、これはやっぱ阿部監督がどう考えていくかというのはちょっと見せどころだけどね。そうですよね、残り試合では、うん、で、まあ、ヤクルトと DeNA の逆に言うとピッチャー陣から巨人は点を取るということにならなきゃいけないんですけれども、はい、そういった時に、まあ、ヤクルトと DeNA のピッチャー陣っていうと、まあ、ヤクルトの場合は、うん、まあ、そんなに脅威のあるピッチャーっていうのはなかなかいないと思うんだよね、はい、ただ DeNA の方はやっぱ東という軸がいるから、はい、まあ、ここに当たるとやっぱ苦しいよね。
巨人はそうですね。そうやな、うん、だから東を避けれないわな、試合数多いのでね。確かにそれはで、 DeNA もやっぱり CS 狙ってるので勝ちたいと思えば東さんっていう、まあ、そりゃそうだね、はい、ってなると、じゃあヤクルトよりかは DeNA のピッチャー陣から点を取る方がちょっと難しくはなってくる。そりゃ難しいですね。で一方でカープなんですけれども、はい、カープは、中日とやっぱり試合数を多く残しているというところで、はい、どういうふうな戦い方っていうをしなきゃいけないのか、どこが有利なのか、まあ、中日はもう馬なりでやるよね、うんうん、はい、自然体で、うん、まあ広島の場合はやっぱこういろいろ奇襲をかけていくというか、はい、まあ、そういう作戦も必要だよね。これなぜかというと、うん、やっぱ長打力が圧倒的にないというカープの方が、カープの方がね、はい、うん、まあ、それと6球団セ・リーグ6球団見ても、うん、まあちょっと長打力という意味では乏しいからね、はい、うん、ジャイアンツ戦で昨日、はい、あ、ジャイアンツ戦じゃない、火曜日、中日戦で、はい、まあ、相手が高橋宏斗だったけども、うん、バントができなかったんだよね。5回試みて4回失敗、はい、1回成功なんだよ、はい、このやっぱこう精度では、うん、やっぱちょっと困るなっていうね、うん、まあ、やっぱ優勝するためには絶対必要なバントだし、はい、うん、だからそこら辺を監督がサイン出したらきっちり決めれるように、うん、まあ、ちょっと準備もしとかないとなっていうのはある。その広島にとって嫌な中日のピッチャーっていうと高橋宏斗投手だけっていうところになってきますか。もうあれがもう生きり立ってるよ、ね、天敵に壁のようにね。いや、そうなんで立ち上がってるんで、立ちね、うん、だから他のピッチャーっていうのはなんとかなるんじゃないかなっていうような気は、うんうん、させてくれると思うんだよ、うん、だけど高橋宏斗は、はい、なかなか簡単じゃないよね。そうなんですよね。だからもう1点で勝つかっていうことしかもうできないか、早く下ろすか、下ろしても、いや、だから、その高橋宏斗の時カープも早打ちに来てたんで、はい、でもそれは早打ちしたのはその DeNA が早打ちして、うん、ファーストストライクをとにかく的確に捉えたから攻略 できただけで、うん、的確に捉えないと攻略は絶対難しいピッチャーだからね。そうですよね。だから初球打とうが何打とうが、うん、だから、まあ、非常に厄介なピッチャーとは当たるよね、多分ですよね。あとは高橋宏斗投手以外だと、まあ、そこそこ打てたりとかなんとか勝っていったりとかっていうことになりそうですかね。まあ、バントも他のピッチャーだったら意外とやりやすいかもわからないしね、はい、まあ、バントやったからって点が入るわけじゃないけど、うん、相手のプレッシャーを考えるとさ、やっぱその送った方がいい場面もあって、はい、だからそれがきっちり決まってくるとその攻撃に流れを持たせるというか、うん、そういう意味では成功すると点になりそうな気はするよね、うん、そうですね、広島の場合はね。そうですよね、うん、ということはカープは中日打線を、まあ、抑えてるよね、よくね、抑えてるから、まあ、そんなに心配はないけども、はい、うん、あとはいい情報は、はい、ヤクルト戦が残ってるっていう。そう、ヤクルト、それも松田でどのぐらい残ってるのかな。あ、そこですよね。いや、松田では圧倒的な強さを誇るからさ、ヤクルトは、あのヤクルトじゃない、広島はね。そうなんですよ。9試合中いくつ松田で残っているかっていうのも気になってきますよね。5試合が松田スタジアムで、4試合が、神宮なので、松田の方が1試合多いと。だから、ここの5試合っていうのが、うん、ちょっとポイントを握るかもわかんないな。なるほど。ここでもう本当に相性いいからさ、広島はね、はい、まあ、そうなってくると5連勝でもすればさ、うん、そこで、はい、ヤクルトに対してね、うん、それは優位に働くよな。そうですね。でもね、一番戦いにくくなってくるのは、うん、ヤクルトがもう消化ゲームだっつって、うん、若い投手や、はい、若い野手を使い出した時に、うん、必死になるじゃない。その必死さがすごくやりにくい時あるんだよね。あ、そっちなんですね、うん、あ、逆に、あ、勝てる、いや、力がないと思うよ。いや、だけどその何でもそうだけど、喧嘩でもさ、なんか腕回してさなんかこう、もう完全に泣きながらでも来るやつって怖くない。あの、何してくるか分かんないので、まあ、そうだね、うん、だから、まあ、そういう状態にヤクルトがなった時にはすごい広島は戦いにくいと思う。逆の現象が起こる可能性もありますよね。あるな。そうか。で、そういったものも踏まえた上で、まあ、首位対決も広島とか、あの、巨人は残っているということで、今ちょっとそれぞれの、あの、ピッチャー
4名ほど成績を出しているんですけれども、まあ、森下、床田、栗、アド投手から菅野、山崎より戸郷をグリフィン投手というところで今数字がちょっと出ているんですけれども、まあ、森下選手と床田投手は10勝5敗ずつ、栗投手とは6勝7敗、アドバ投手は6勝3敗と、で菅野投手はもう12勝2敗でもうトップですね。で山崎投手が9勝5敗、戸郷投手9勝6敗、グリフィン投手が5勝3敗というところで、この4柱見たとき、どうですか、豊かな、まあ、双璧というか、ウィンウィンな形ですかね。まあ、そんな遜色はないよな。そうなのか。あとは例えば打順というものを見た時のそれぞれ1番から8番の打率であったりとか、そういうものもバーッと見た時に、まあ、巨人も仕掛ける時は仕掛けるんだけども、圧倒的に仕掛けてくるのは広島だな。そうですよね、印象そうですね。だからそこら辺がハマってしまうと、うん、ゲームにならないぐらいの圧倒的な、はい、まあ、広島の力を出してくると思うけども、うん、まあ、だけど、まあ、そんなにはね簡単にやられるとは思えないし。そうですよね。あとは、まあ、広島に難勝の方に入ってないですけれども、大瀬良投手がやっぱり防御率が良かったりっていうのもあったりとか、まあ、安定してるよな。そうなんですよね、うん、っていうのも考えると、いやーなんか、まあ、どっちもどっちで、なんかどっちって決め手がないですね。いやそれは難しいよ、うんうん、ただやっぱこうここら辺の戦いで勢いを感じるのは巨人だな。まあ、一番最初に豊さんがおっしゃってた巨人はやっぱり今年監督も変わって、こう真新しいというか、ね、新しいものがあるし、その勢いっていうのも感じられる、まあ、去年の戦い方をしてきて頑張ってるのはカーブって言ってた分、やっぱ巨人が何か起こしそう。そうだな。ただやっぱ家族の絆ってさやっぱなかなか崩れないでしょ。崩れないですね。だから新鮮味っていうのは、うん、日を経つごとに賞味期限が切れてくるという、はい、まあ、こういうこともあるし、うん、だけど新井監督が2年目でここまでやってるっていうのは、うん、やっぱ雰囲気の作り方ってすごくうまいよね。だからそんなに崩れないと思う。だから新鮮味っていうのはすごくなんかよくいい言葉のように感じるかもわからないけども、うん、はい、新井監督が家族で絆が深まってる感じがするよね、はい、だからこの成績になってるし、うんうんうん、だからまあいい勝負だなっていうのは思うけども、うん、俺は最終的にはキャリアの差で広島行くんじゃないかなと思う。上にね、ああ、まあちょっとの差でっていう。だけど2チームというふうに話してるけど、はい、その時に阪神がどの位置にいるかだよ。不気味ですね。不気味だよ。たらがキュキュキュってくることも。いやだって最後の試合でひっくり返せばいいと思ってるから岡田監督は。そりゃそうよ。最後の最後に立ってればいいわけですもんね。そうよ。今じゃなくてもいいんですよね。不気味ですね。いや不気味だと思うよ。それはやっぱりね、こう2強で2チームっていう風に絞るとそうかもわからないけど、はい、やっぱ岡田監督が絡んでくるとやっぱりちょっとややこしくなる。そうか。だから、まあ、まあこの2チームプラスその阪神どこかが最後ラストスパートで頭が抜けてどんどんゴンと行くというよりかは、もう最後の最後までわからないような状態がちょっと続いていきそうかもですね。まあ、DeNA とね、うん、今阪神が挑戦権をかけて、うんうん、まあ、争ってるよ、はい、まあ、スイープされても 0.5 残るんだけどさ阪神が、はい、まあ、それはまあどうなるかわからないにしても、うん、まあ、そこら辺はやっぱこう阪神勝ち切らないとな。そうですね、じゃないとやっぱこう挑戦権というかさ、うん、そういうものがもうもらえなくなるというか、はい、いやもう限界ですよ君たちはみたいな、うん、印籠渡されるかもわからないし、ね、十分ありえますからね。そうやな。ですよね。もう気づけばね、本当来週から9月、今週で8月も終わって、はい、でまたね、今週ちょっとその台風によって、うん、試合がまた後ろにずれていったりとか、試合数の問題ってことも出てくるとは思うんですけれども、大変だぞお前。そうなってくると本当また10月頭もカープはダブルヘッダーっていう風なこともあるんだ。十分ありえますよね、うん、そうなってくると、まあ、そうなってきたらね、はい、だからそれを避けるためには試合でも消化をしなきゃいけないと思うけども、うん、こればっかりは天候だからな、ね、なんとも言えないので、まあ、そういったところも含めてこの2チームプラスさらに阪神 DeNA どういった形になっていくのかさらに注目です。はい。